冷凍のカットほうれん草はグラムで円ヨーグルトは1パック105円60代の女性は1キロのマヨネーズを3本も購入何よりもお値段が手ごろっていうのでまとめて買って。 店内所狭しと並ぶお値打ち品の数々そんな中皆さんが気にしていたのは揚げ物コスパでいいものあったらいいなって思ってます他のお客さんとかがコスパがいいなって思っている商品とかが気になりますねどういうものを選んでいるのかっていう皆さんが思うコスパ最強商品とは 100人へのアンケートで徹底調査すると何個もまとめ買いしたくなるほどお得な大容量商品から意外なものまでお店とかだと一杯500円とか600円とかするのでパスパすごいいいと思いますということで今回は夏休み明けの節約に持ってこい 皆さんが選ぶ業務スーパーのコスパ最強商品を調べてみましたやってきたのは横浜市の三ツ京駅から車でおよそ10分のところにある業務スーパーパ横浜泉店ですこちらは関東最大級の大型店舗で中はこの広さ。 広々とした店内には所狭しと商品が並び、その魅力はなんと言っても良いところ、安い。今いろんなものを値上がりしてんから助かりますね、値下げ。豆腐は一丁四十一円、麦茶は二リットル入りで。 円スパゲッティは 500g で138円などおよそ4300種類もの商品がどれも激安そして多くのお客さんのお目当てが冷凍食品メインですね。

揚げ物など、およそ680種類が並びます。50代の女性のお気に入りは、これは特に美味しくてリピートで買って。冷凍の焼き芋、500グラムで354円です。ラップをかけずに5 0ワットの電子レンジで。 3分から4分温めるだけで本格的な焼き芋が完成。ねっとりしてて美味しい。普通のスーパーだとこういうものが売ってないものが意外に売ってるので、まあリピートしてるぐらい。四人の子供がいるという30代女性のカゴに入っていたのは。よく買うのはここ唐揚げ。 ですね、温めるだけのお手軽調理でいただける冷凍から揚げを2種類合計2キロお肉にこだわった美味しいから揚げ1キロ円こちらはあっさり食べられる胸肉のから揚げで1キロ7 9 7円です。 本当に二百五十とか三百グラムで四百円とかします。だこれ四倍ぐらい入っててこの値段だからお得だと思う、はいます。大容量でも飽きないようにこんなアレンジもするそうで。ヤンニョムチキンの素とかが売ってるのでそれであえて置きます。<laughs> 味変っていうか <laughs>。<laughs> さらに。 冷凍食品コーナーを観察していると、こちらの女性大きな箱をカゴに入れました。さらに同じものをもう一つ追加しています。合わせて四箱もカゴに入れていたのは、こちらも大容量、五十本入りの焼き鳥です。一本あたりおよそ三十円とお値打ち価格ですが。 なぜ四箱も？みんなでキャンプ行くのに、うん、何人ぐらいでや、ね、る？二十三人。二十三人。<laughs> 親戚一同で行くキャンプの買い出し。他にも焼きそばやレトルトカレー、トン汁用の具材など大量買いです。 普段からよく来るんですか、ね。そうですね。あのいっぺんに買い出ししたいときは、まあ人数多いならもうなおさら業務スーパーです、ね。ね、<laughs> うん。余ることないでしょうっていう <laughs> 感じです。と買い物を終えてレジへと向かっていきましたが、10分後、売り場に再び戻ってきて手に取ったのはまた焼き鳥。 これを追加で、はい、追加でやっぱり今もうレジに行こうとしてると思うんですけどネギマ大人は食べれるかなと思ってはい試してみます追加で買ったのは新商品のジャンボ炭火焼き鶏串1393円20本入りで量は少なめかと思いきや その大きさは50本入り焼き鳥のおよそ2倍食べ応えも抜群ですこうした大容量商品は冷凍食品だけでなくこれはポテトマカロニサラダですすキロ入ってまは1キロで408円。 ロースハムスライスは5 0 0ムおよそ30枚入って610円など店内にはコスパ抜群の大容量商品が勢ぞろい孫と買い物に来ていた70代の女性がおすすめしてくれたのは何でも使えるの。 煮物のタレ、1キロ超えの大容量で354円です醤油や砂糖、出汁などが混ざっているので味付けはこれ一本で OK お魚も煮れるし、カツ丼とかもちょっと使えるし今も1キスそ,そうなんですよ,よそのメーカーよりも全然

店内にはアジアやヨーロッパなど世界各国から仕入れた商品がおよそ1100種類タイから直輸入のグリーンカレーペーストは354円。1つでおよそ30皿分のグリーーンカレーが作れます。韓国屋台の人気メニューチーズホットクは4枚入りで429円。 フライパンで両面こんがりと焼けばもちもちの生地の中に濃厚なチーズソースがたっぷりこちらの女性はある商品を手に取ってカゴに入れるとさらに2つも追加一体これは これ大根餅を今日買いに来てて台湾大根餅12個入りで429円台湾では朝ごはんとして人気の大根餅が凍ったままフライパンで両面焼くだけで完成外はパリッと中はもちもちの食感ですあ いつも業務スーパーに来るとアジア系の輸入食品をよく買っているそうでちょっと目新しい私はアジア料理が好きなのでお家で作ると割と手間なのでお手軽でいいなと思って、はい、<laughs> 手軽に作れるものが人気の一方でこちらのコーナーお客さんがたくさん集まっています 大勢が集まっていたのはお惣菜おお弁当コーナーナ店で手作りしている揚げたての唐揚げを4つその上にたっぷりのネギと塩だれをかけたネギ塩唐揚,揚げ弁当円大きめのとんかつが2つ入った。 肉厚とんかつ弁当375円などボリュームたっぷりのお弁当がどれも4 0 0円以下です30代の女性は結構この値段でご飯とおかずが付いてるのでんか週2回とか買ったりします。 家族5人分のお弁当を購入これだけ買っても2000円以下ですコスパが目を引く業務スーパーですが皆さん気になることがあるようで他のお客さんとかがコスパがいいなって思っている商品とかが気になりますねどういうものを選んでいるのかっていう。 皆さんが思うコスパ最強商品はそこで2日間で100人のお客さんにアンケートを実施お客さんが選ぶ業務スーパーのコスパ最強商品を調べていきます40代の女性が教えてくれたコスパ最強商品はポテトは子供たちが好きなので。 よく買います1キロあって多いいののに安いので冷凍のフライドポテト1キロ入って375円凍ったまま油で揚げれば外食するよりもずっと安くフライドポテトが食べられます家だと塩用控えめとかにもできるのでお店で食べるよりは。 ちょっと健康に気をつけてできるかな <laughs> 続いて聞こえてきたコスパ最強商品は下処理とかしなくていいのでそれがそれが本当に助かってますでやっぱこれですかね刻み玉ねぎこれはいいですねもう優秀です冷凍の刻み玉ねぎ138円 みじん切りの状態で冷凍されているので使い勝手抜群です目が痛くなるじゃないですでめちゃめちゃ弱いんですよメガネが意味ないぐらいにすでに切ってあるしもう冷凍なのでザッと入れるだけハンバーグ作る時とか楽なので使ってますさらにちょっと意外なものをあげる人もいて 20代の女性が選ぶコスパ最強商品はこれです。冷凍インスタントタピオカ、たっぷり12杯分入って343円です。お湯で30秒ほど茹でたら水気を切り、市販のミルクティーを注げば。 一杯およそ七十円でタピオカミルクティーの完成。この手軽さから三人のお客さんがコスパ最強商品にあげ。四歳の息子さんもお気に入り。お店とかだと一杯五百円とか六百円とかするのでコスパすごいいいと思います。タピオカいただきます。早速おやつにタピオカミルクティーを作ったそうです。 スニッに来て,て大気です。コスパ最強ゆえに思わず大量買いしてしまう商品もあって、こちらの40代女性はこちらの女性、もうカゴから商品がはみ出してますね。一袋五食入りの冷凍サヌキうどんを。 4袋もまとめ買いですこの日はセール価格で138円と通常よりもさらに激安アレンジも効くのでサラダ風だったり焼きうどんとかあの煮込んだりとか他のメーカーと比べて安いですねだいたい5足で300円ぐらいっていうのが普通じゃないでしょうか と4票を獲得しましまたここからは特に多くのお客さんが選んだ業務スーパーのコスパ最強商品トップ3を発表第3位は1キロ入りのトマトケチャップ278円。 人気の理由は結構オムライスとかだといっぱい使っちゃってあっという間になくなっちゃうんでなので大容量で量重視で買ってます煮込みハンバーグ作るのでそれ用に割と結構丸々一本使っちゃったりするんでなんと言ってもこの大容量ジャンボサイズが指示を集めて 百人中六票を獲得しました。続いて第二位は、一個五十八円とかで、今日の今日の夕飯の足しにいいかなっていつも買ったってるんですここに来ると。一番最強だと思っちゃう調子を聞いてるんですけど。いやでもこれすごいいいと思います。どれ,取れえこのフライの一番好きこれが結構おすすめで。 お惣菜コーナーの人気メニューフライバイバキング肉厚のアジフライや牛すじ入りのコロッケなど全11種類の揚げたてのフライが1つ62円です。 さらに10個買うと570円で一つ57円とさらにお得に選ばれる理由は値段だけでなく自分で揚げるとなるっやらないですよね <laughs> <laughs> 暑いんで熱いしやっぱご飯作ってる時三人見ながらなので揚げ物がちょっとどうしても大変かなと 暑くて揚げ物を作りたくない時にも便利なフライバイキングは100人中7票を獲得しましたままそして今回最も得票数が多かったのは小っちゃい子がいるのでもう野菜を切っていいる暇がないと言いますか季節を問わず常にお安く体によい栄養が取れるコスパ最強だと思う商品をアンケート取っててお聞きしてるんですけど。 うちはブロッコリーです <laughs> コスパ最強商品第1位は冷凍ブロッコリーおよそ2株分入って円と激安です20代の女性はブロッコリーをなんと5袋もまとめ買い 他のスーパーさんよりすごくあのお手頃に買えるのがすごくいいところだなって思っております。家計にもお出すかりで。冷凍ブロッコリーは今回最多となる10票を獲得しました。業務スーパーでは9月から秋のセール総力祭が始まるので、さらなるコスパ最強商品に出会えるかもしれません。 ということで業務スーパーのコスパ最強商品を調べてみたら100人のお客さんが挙げた商品は全部でなんと83種類それぞれの商品に魅力があるからこそお客さん一人一人が思うコスパ最強商品が違うことが分かりました皆さんご視聴ありがとうございました。 4月放送から「イット!」はリニューアル、私は祈る全力疾走で頑張ります調べてみたらや、他の大好評コーナーもさらにパワーアップしますよはい、皆さん、ぜひご期待くださいえ、この動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。